社会人デビュー、そういえば、幸せについてなんか、議論してたのね、リスナーと。見てねえんだよな、ちょ、見てみるか。釈迦幸せで出るかな釈迦幸せ。<laughs> これだ。幸せについて4時間語り続けるじゃんか <laughs> ちょっとこの、説法を聞きましょうか。いや、でも、すごいな釈迦を超えちまったんだな、釈迦は。俺なんか、釈迦幸せで調べたらさ、 なんかブッダの教えとかに埋もれて釈迦し合わせが出てくるのかと思ったらさもうなんか目いっぱい釈なんだけどめっちゃ好きだ,そうだよマサイ族ですらテレビの取材が来たらスマホ隠すらしいぞ普段使ってるスマホを隠してジャンプするらしいぞビジネスマサイ族やってるらしい最近めちゃくちゃ視力5もなくてめっちゃ目悪いらしいぞ <laughs> まあ実際人間遠くを見まくってると目ってマジでよくなるらしいからな遠くを見まくってるってなんかもう本当に日常的に常に遠くを見ざるを得ないみたいな状況何歩なんだよこれ46歩あるんだけど多少かな、まあ、そんな土地が日本にはないからなネットがない世界ネットがないと幸せそうだある状態からなくなったら辛そうだけどネットというものを知らない方がマジで幸せそうだ不便まあでも不便と幸せはイコールじゃないから始まった始まったな始まったな まあでも不便は感じるとは思うけどな手紙出さなきゃいけないってなったらさあ明日土日あ郵便局がどうのああポストまで行かないとか<ー>みたいなのあるけどやっぱそれは不便だと思うけどまあ福岡と言われるといやメールを知らなくても日にちを待たなきゃいけないとかわざわざ行かなきゃいけないっていうのはまあ不便では不便というかめんどくさいになるのかその面倒 は感じるんじゃないかもうするときにあトイレ行かなきゃって思わなきゃ思わないのは家にあるし着替えなきゃいけないわけでもないからじゃないの。こう、較、まあ他人と比較するかでも過去と比較じゃない幸せか幸せじゃないかって。全部が全部他人なわけではない気もするけど。ありがたいな相対的では。まあでも他人と比較する人が多いのは昔からそうだと思うけどな。まあでも昔よりは比較はしやすいわな。 そう昔はお隣さんと比べていたのがそうじゃなくなっただけな気がする。そう自分がどう思うかがすべてだ。でもここの感性はもうすでに俺たちが比べてどう思うかなんだよね。すですでにもう俺とは違うね。人は人によって違うんだな。幸せだと感じるのも普段。俺はもうさっきのコメント論の方が正しいというか俺の中である。 質素ななご飯が食いたくなるんだ今度は手紙しか世の中にいなかったら手紙送るのめんどくせえっておらんなんないと思う。過去の自分か人との比較で幸せか幸せじゃないかは決まってる。だから相対的にどうかって話。それだとずっと幸せな人は幸せってじゃないってことになる。ずっと幸せな人はその比較対象が自分じゃないってことでしょ。周りと比べて幸せだと感じるから幸せだと感じるんだよ。よそこは意識的にか無意識的にかは別だと思うけど、ね。 え絶対そうじゃない言い切れると思うよ。俺は過去の自分か他人が絶対に幸せかし不幸かには俺関わってると思うよ。てか実際そうじゃない幸せだと感じる瞬間を思これ絶対に理由がない。はい、<れ>理由なく幸せの幸せの例を出してみてほしい。多分ないと思うよいや。人それぞれじゃないと思う。絶対にそうだと思うよ、俺は。タバコがうまいのは、やっぱタバコを吸ってない時期があるからタバコを吸った時に幸せになるんだよ。タバコは吸えなかった時とかある、吸えなかった自分と比較してる。飯と一緒じゃん。空腹があるから飯を食った時に幸せ。 だと感じじるるわけじゃん空腹だった過去の自分がいるからだからさっき言ったじゃん考えて食わんけど意識的にか無意識的にか絶対に比較はしてるんだよそ,うそれを言語化してないし意識してないだけで実際そうだよこじつけって言ってる人たちはじゃあ何に幸せを感じてると思ってるのそれは自分が説明できなくないやっぱ満足感満足感があるってことは満足、ま、その 何かが満たされたわけじゃん。で、何かが満たされたってことは、空だった時期があるってことじゃん。だから幸せなんじゃない。満たされてない状態から満足そっちの話なんだ、幸せって。足りないところから足されならなるほどね、どそっちの話なんだね。幸せがあるから幸せってこともある。だから俺が言ってるのはそういうことだよ。よ腹,腹いっぱいのこと知ってるから、腹減って飯食えねってなったら不幸を感じるし、不幸その状態を知ってるから飯食ったら幸せになるんだよ。よ何も望まない生き方をしたら悲しみもなくなる。まあ、理屈的にはそうかもね。理屈的にはそうかもそれは無理だね。それがだから、あの、あれじゃないあの仏様みたいな話になってくんじゃない本物の釈迦さん。 人間の本能,本能的にまあ不可能だとは思うけど無理なことを追い求めることに幸せを感じる人無理なことを追い求めることに幸せを感じる人それは得る瞬間が幸せだから追い求めてて幸せを求めてる状態が好きってことがそれは何もしてないじじ時間がその人にとっては不幸なんじゃないの <laughs> 何かしてる自分が好きなんでしょうそこが幸せなんでしょう夢を追ってない状態の自分,自分がいる,いるから頑張ってる自分に幸せを感じるんじゃないの まあそこが幸せっていうのはなんかちょっと死んなもうなんか幸不幸の話じゃなくなってきてる気がするけどん破綻してるかこれで破綻しようがないと思うんだけどなあ相手の話かこういう話するの好きだこういう話すんの,ううすんの居酒屋で知らないおっさん相手にすんのめっちゃ好きだいやおっさんとこういう話になるんだよいや俺は答え俺はね幸せに対する答えってある程度あると思ってる派だからそうう人それぞれ,れじゃないと思うんだよね いや、別に哲学の話。幸せ自体は、人それぞれだと思う、人それぞれだと思うんだけど、幸せはれれ幸せを成り方って、俺は。幸福度が高いわけではないというの。なんか、確固たるこういう形ってのが、俺は。相対的だからなんだよ。そうじゃなかったら、便利であればあるほど、幸せ。幸せ自体は、それ、人それぞれ。ここにいるみんなもあれだよ。幸せを感じるハードルが、めちゃめちゃ高くなってるはずだよ。まあ、でも、これも比較だから。まあ、自分の中では、まあ、ハードルは別に高くなってるわけじゃないだろう。なそう、なんか、俺、別に知り合いじゃない話だけど。なんか、めっちゃ、都内のくそいいところに、死ぬほど土地持って、もう不労所得で。 暮らしてるもうすぐおじいちゃんかもうすぐおじいちゃんに足っぽを踏み出す人とか、もう江ノ島に住んでるし、まあそういうことなんだろうなって、それが幸せなんだ。不便で危険な方が幸せうん。それはまたちょっと別かも。危険はちょっと幸せじゃないかも。危険は危険じゃないが必ず存在してるから、常にでも4時間ハードルは低いかもだけ <laughs> 4時。4時間 ?4 時間だけで幸せにはなるかもしれないけど、でもそれは常に不幸な状態にあるから、 ただだ生きてるだけで幸幸せせだと感感じじをのかなでもそれは常に命の危険があったら幸せもちょっと感じれなさそうその場合若干あれかさっきの定義からは外れる可能性があるだからさっき言ってたみたいに常に例えば命の危険がある時って解放された瞬間が幸せなのか常に命の危険があったらあるんだけどそのなんか例えば今日はここで寝れそうだには幸せを感じない可能性があるよね そう睡眠だって熟睡できるかどうかもわかんないし、安堵感って幸せなのかなさっき完結はしたんだよな、俺の中で。幸せはやっぱり相対的なものだから、もうそこの定義はブレてないんだよね。だから、そこの常に命の危険がある状態が不幸な状態とするならば、その不幸を脱却できたと思うし。まあ宗教とかじゃないよね、別に。俺はこういう話好きだよ。相対に当たらない ここは考えないといけないとこだしだって人間って不幸せになろうと思って生きてる人っていないじゃん全員が全員同じ方向を実は見てんだよ幸せになる方向を見て歩いてるもんだから考えないといけない生きるんだったら。 だ,だ,かだから好きでも幸せを追求しすぎて幸せすぎる状態っていうのがその状況によって変わるんだよだからさっきの焼肉の話と一緒だよ例えばどん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 高い飯が好き食うことが幸せで高い飯を食いまくってってずっと高い飯を食い続けてる時にその高い飯っていうのは相対的な話じゃんしょぼい飯があるから高い飯がに幸せを感じるわけなのよだからいい飯を食い続けてるとしょぼい飯が幸せを感じるようになる どっちが自分にとっての日常かなんだよ。そう、カップ麺ずっと食い続けてるときにさ、焼肉食ったらマジでうまいじゃん。でも焼肉をずっと食い続けてると、カップ麺食いたくなるでしょ。いや、多分それも人によらないと思うけどな。まあ、それが他人でもいいけどね。他人が過去の自分だよ。うまいものを食ってたら、まずいものを食べたくなる。それは別に違くない。それは逆じゃないうま、ん、いとまいは,れは別な相対的というか。 逆じ何つ,つったらいいんだろうなそれはダメだそれはちょっと意味がわからん何でだ何だそれそれって相対的なのか味覚に関しては好みがあるから人が飯を食う時に幸せを感じるポイントにもよるんだけど幸せは相対的だけどその飯の内容を俺が特定断定したのが分かりづらかったのかな高いとか安いに幸せを感じる人もいるし、えっと、例えば日常的に食べれないとかそうじゃないものに幸せを感じる人もいるわけじゃん そ,そのどこかなのか、まあ、全部がひっくるめてなのか1ポイント1ポイントじゃないと思うけどそういうものをひっくるめて例えば焼肉が幸せだったりするわけよ例えば家でじゃあ食えないとかさ例えば炭火じゃで家で食えないとかさ。 その肉を仕入れれないとかさなんかそういうのがいっぱいあるわけじゃんわざわざ外に出ていかなきゃいけないとかで幸せの何に幸せを感じるかの内容は俺別に一定だって言ってないよ内容は人それぞれ違う何が好きかとかって変わるし、うん、好きな飯とかも変わるじゃん、うん、まあ飯で言ったらね物もそうだし趣味も何が趣味かで言うじゃん、うん、でも何に幸せどういう時に幸せを感じるかっていうのは相対的だって話で合ってるよななんか俺もなんか頭がおかしくなってきたわからなくなってきたこの話をするのは幸せだ <laughs> <laughs> 気持ち的には楽しいものが強いで,でもなんで楽しく感じるかって言ったら、ふ普段こういう話をしないし、なかなかこういう議題探すの大変だから、こういう偶然の産物ってあるわけじゃん俺。も俺もなんでこの話になったのかよくわかんないし、別に俺が何か言いたいこととか伝えたいことがあるわけじゃないんだけど、でもこういう話をしてる瞬間は、う普段できないからやっぱ幸せを感じてるんじゃないか。楽しいってことは幸せだと思うけど、でもやっぱあれだな、あれが難しいんだな。幸せとは何か とか幸せは人それぞれっていう話と俺がしてたのってこういうのなんつうの幸せの哲学的な部分の話だったから多分そこがずれてる人たちが納得できてなかっただけじゃないかなって感じするけど定義か幸せの定義と何に幸せを感じるかの話でずれてる気がするずれてた気がする人それぞれの中での話じゃないのそれループするってそうそうそうこれも俺は違うと思うこれはねそのコメントそのコメントループするって俺多分もう俺これ どっかの演説かなんかで言えるぐらいもう俺暗記してきたって流れを流れが癖づいてきちゃったって何から話してどうどう話を終わらせるのかまでそうだけどそうじゃないんだよ <laughs> これにしとこう幸せには種類はないですよ強弱はあるけどいやある意味種類はあるのかそれを種類というのかいや種類ではないなそういいねそれ幸せとは点ではなく線の中にあるそうそ,<れ>そうそうそう俺まさにこれ幸せの成り方っていうのはこれにある目的が点だとするじゃん 点と点が、たくさんあるんだよ、世の中って。世の中って点と点がたくさんあるの。例えば、結婚だ。大学に受かった。えっと、大会に優勝したとかが点なの。そこって、誰もが幸せを感じるんだけど、そこに幸せを感じることを目的にして、線を適当にすると、幸せ度数は少なくなんだよね。だから、この過程を大切にすべき。俺はもうこれしか考えてない、逆に言えば、幸せは。俺はこれしか考えてない。逆にこれ以外に難しいことを考えてない。人生とは、 家庭があって物事があって、家庭があって物事があっての俺は羅列だと思ってんの。こういうことこはずーっと続くと思ってんだよね。例えばもう生まれた時で言ったら卒業とかさ、なんか、大学受かりました、どこ就職しました、結婚しました、子供みましたとか、あって、まあ、そこは幸せに俺は感じると思うの。でも、そこを幸せに感じるのは俺は当たり前だと思ってんのね。なんかこう、幸せっていうのをこう考えた時に、 そこに焦点が行きやすいと思うんだよ。で、悪いこともあるよ。それは悪いこともあるんだけど、えっとね、ちょっと待ってね。こういう雑談になると思ってなかったから、じゃまとめさせて。俺はここでね、人の人生が分岐し得ることだと思ってる。俺のマインドを教えるから。俺の DM とかに送ってきてくれる、俺が幸せそうに見えてる人っていうのは、俺はこういう考え方で生きてるって、今ちょっと意味、まとめるから待って。なんかこう、物事がたくさんあるじゃん。物事がたくさんある中で、この物事のさ、 幸せのさ、最大値がここにあるわけじゃんそれ、物語のテンションの最大値がここだと思って。例えば、大学にお前ら受かったね。大学に受かって、うわーい番号あったやったーのテンションを、次の幸せまでのこの線で持続できる人っているお前らさ、大学の宿題とかやってたりしてさ、受かった瞬間のあの幸せってのを覚えながら、宿題をしてる人っている無理じゃん。それって、不可能じゃん。 ここで大学受か,かりました。ここが就職しました。ここの4年間の間ここの4年間の間でお前はこの大学に受かった時の幸せっていうのを一生持続しながら生きることってできないじゃん。だから、ここに幸せの焦点を置くっていうのは間違いなんだよね。ここの細々とした過程に幸せを置くことが正解だと俺は思ってんの。物事に向かう、ここが目標のもの、えー、物事で、ここの過程を大切にする っていう話でもあるんだけど、その物事が終わってからの話でもあるんだよ。例えば、結婚するでしょでも結婚するっていうのを考えてみて、結婚した瞬間の、うわー結婚して、あの、披露宴があって幸せっていうのもあるんだけど、結婚ってその後のことやん。一緒にご飯を食べて、買い物をして、仕事が終わったら待ち合わせをして家を買ってっていう、その、細々としたものが幸せなわけじゃん。結局は。 だってさ、ここのさ、線を怠らにしてしまったらさ、次の幸せがさ、にご濁ると思わない。例えば、ここの、線を適当にしてしまったとしたら、ここの、でかいテンションの上がりだけを感じて、それ以外に幸せを求めないんだとしたら、お出かけにも行かず、デートも行かず、ご飯も一緒に食べないで、寝室も別で、 で、セックスもしないで、で、そのまま子供が生まれてしまったとしたら、次の点に到着してしまったとしたら、その子供は愛のない家庭で、愛のないそのせい、えー、生活に幸せを感じるかっていうと、また別の話になってしまないだから、ここの線を大切にするのが俺は大切だと思う。一緒に買い物に行って、ちっちゃっとしたことに幸せを感じて、映画を見て、手を繋いで、キスをして、すべてに幸せを感じて、家を買って、とか。 で、そういう過程がこの線の中にあって、またテンションの最、ちょっと待ってね、これまとめるの難しい。どうやって伝えればいいんだこれ分かる人いる俺のこの語彙力じゃ伝えらんないんだけど。でも俺のこの言ってることが伝わってる人っているのかなちょっと待ってよ。今を生きようっていう話でもあるんだけど、ちょっとそれだと浅く感じにな。ちょっと待って、言語化したい頑張れスタンビスタンビ頑張れ言語化するんだ そう、点と線はほぼ同じようなもんなんだけど、でも点っていうのは人には絶対存在するんだよね。でかい分岐点というか、でかい幸せを感じるポイントなんでもあるじゃん。さっき言ったようにさ、卒業して幸せを感じて中学生になってとか、それでかい分岐があるんだけど、そういうでかいところじゃなくて、細々としたところに、えー、っと、幸せを感じることに、俺は意味があると思ってて。で、なんで、その細々としたところに幸せを感じるのが、幸せなんだよって言えるかというと、 そこをちょっと語彙力が足りてないんだよね。確固たる信念があるんだけど、例えば俺の人生に当てはめてみよう。人の人生で語るから多分わかんないんだ。今俺が何も成し遂げてない状態だと思ってるのよ、俺は。俺は何も成し遂げてない状態なんだけど、今俺は線の中にいるの。例えば俺のこの目標っていうのが俳優になるっていうものを、えっ、ー、と、目標があった人でしょ。で、この線があるじゃん。この線っていう中にご飯を節制してダイエットして、これ毎日があるわけよ。 筋トレをして、ボイトレに行って、柔軟をして、配信をして、ツイッターしてっていう。で、例えば、この目標が、どんどん遠ざかっているから、叶わなかったしよ。俺は実際2年間叶ってないんだよね。でも、なんで幸せかっていうと、この日々を、苦しい、俳優になるために、俺はめっちゃ努力してる。幸せじゃないけど、頑張れてるっていう気持ちじゃなくて、自分勝手に、ああ、幸せだ、毎日。楽しいな、努力してると思ってないの、俺は。だから目標が叶ってなくても、 毎日をフルで生きれてるし、充実した気持ちでいれるんだよね。苦しくないんだよ。この目標を達成するっていう過程が全く、達成していなくても、日々に充実感、充実感を感じてるの。でも、逆に、この過程が、この過程がね、俺の今の過程じゃなくて、この俳優になるっていう過程が苦しくあったとしたら、苦しいわけじゃん。大変なわけじゃん。だから早く終わりたいわけじゃん。 だから、物事が一個あったとするじゃん。例えば、ミュージックビデオに出るっていう仕事が来て、とんざしました。あー、がっくりっていう分岐点がここにあったら、ここで一回その努力っていうのがブレると思うんだよね。なんでかっていうと、日々が辛いから。幸せじゃないから。いや、俺の言ってるのは、幸せのなり方の方かな。俺のマインドの話、これは。俺がどうして幸せであるかの話になるね。幸せとはの方じゃない。幸せとはの方は、俺は人それぞれだなと思う。でも、これはし、 幸せのなり方の話はある程度テンプレ化されてるんじゃないかって話かな。で、そう、今を楽しめって話,話なんだけど、そう、今を楽しめって話なんだよ。結論言えば。でも、今の楽しみ方っていうのは、それも人それぞれになってしまって、今を楽しめるんだったらもう楽しんでるわっていうのがはっきり言った意見じゃないそれができるんだったら誰もしてるじゃん。さっき言った通り、幸せになろうとして生きてる人なんていないんだから。全員幸せになろうとして生きてるんだから。そうでしょ だから、俺のマインドとして、その幸せになるコツとして、運を察知することだと思うんだよね。運がいいと思って生きること。俺は、すごい幸運だと思ってるの。人って、それぞれ、絶対全員、均等に、運って降りてきてると思うんだよね。運って降りてきてると思うんだけど、それをなんで運がいいかと思わないかっていうと、運を察知できてないだけやの。幸せを引き込めてないんだよね。幸せだと思えてないの。その一個一個の事象が。例えば、電車に、 乗ろうっていう時に遅刻しちゃう。走んないといけない。真夏っていう状況下であるでしょで、ギリギリ間に合いました。で、すごい走ったのね。その電車の中で何を思うか。そこで、運を察知できない人って、汗かいた。なんでこんな暑い中で走んないといけねえんだよ。ダリーな。あ今から行くところもダるリーしょうなんでこんなことをしてんだって。まあ、何にもプラスなことが思い浮かばないじゃん。でも、 自分は運がいいと思い込んで、自分は運がいいって、運が、運を察知できる性格になるというか、マインドでいることって、その電車にギリギリの乗った時に、俺はね、あこんな朝に運動ができた。汗はかいたけど、電車の中涼しい。場所にも時間が間に合うし、ラッキー。それ一個一個が全部幸せなんだよね。その物事の捉え方で、幸せの指数ってどんどん上がっていくわけ。で、これメンタルじゃない。 これは訓練すれば手に入るもの。幸せっていうのは実体のないもので人それぞれで捉え方によって違うからそれは自分で強制しないといけないことなんだよね。で、それの訓練っていうのは俺がしたのは自分がいい運がいいと思うってこと。ラッキーって思うのを癖づけた俺は。運がいいと思い続けることが幸せになる俺はコツだと思う。そう、自己暗示とも言うこれは。でもそうじゃないと普段世の中、その人生に転がる 幸せとか自分の運とかを多分察知できないでチャンスがもう無限に過ぎていく。いや、そうだね。俺はもう根本にバースがあるんだね。で、俺は性格が変わったわけ。俺はもともと引っ込みじゃだったんだよね。俺この前さ、実家に帰って思ったんだよ。俺、サッカーしてた時って、もう PK とか自分で蹴りたくなかったし、もうサッカー中も自分に自信がないから、なんかポジションを与えられても走んないの。 俺、こうやって、他に手を押さえたまんま、フィールド上でこうやって立ってるだけの人だったのね。でも、俺はこういう性格になったの。俺、めっちゃ引っ込み試合だったってことに、最近お、親父に言われて思って。おい、す、ゆうや変わったーって言われて。めっちゃ性格変わったんだ、俺。怖いのよ。例えば、サッカーやってた人ならわかるんだけど、ゴールキック味方が打って、で、その、落ちてきて欲しくないの。落ちてくると、敵と競らないといけないし。なんでだっって、あの、トラップとか、その、 クリアをミスったりしたら恥ずかしいし。わかるでしょサッカーしてる人なら。でも今だったら、今の俺だったら、落ちてこいと思えるんだよね。それは、運がいいと思えてるからだと思う。ポーンって蹴った時に、え、来た俺のところに来た運がいい失敗したとしても成長するし、次、落ちてきた時に格好悪い思いしなくて済むし、っていうマインドになれるじゃん。だから、普段から運がいいと思ってることって、絶対大切。そこまで考えてスポーツ戦でしょでも俺は、 考えた方がいいと思う。俺が今スポーツするんだったら、もう何もかものことに運がいいと思う。運っていうと、スピッテルとか、こいつ何言ってんだと思うと思うけど、絶対にさ、ラッキーなこととか、運がいいことって、平等に振り寄してると思うんだよね。で、それを察知できると幸せに繋がると思うの。察知できないと何も感情が動かないじゃん。幸せも何にも感じないじゃん。で、それが平等じゃないっていう人は、多分逃してる。運を。俺には、俺には運がないと思ってるでしょ。 でも本当にちっちゃいところから考えてみると分岐それを運がいいと思う方か運が悪いと思う方かの分岐って世の中たくさんあると思う。エロゲーで考えてみるエロゲーで考えたらお前らわかんじゃないな、何で伝えたいのかわかんない。俺は例え話しかできないわ。釈迦さんみたいに具体的なその言語動力で話すことはできない。例えばエロゲーがあったとすんじゃん。エロゲーの分岐ってさ、すごいでかいところでしか起こんないじゃん。 エロゲーの話やめとくかいや、言ってみよう。エロゲーの話をすると、すごいでかいとこでしか分岐が起こんないじゃん。エッチをするかとかさ、この人に告白するかとかさ、誰に会い,会いに行くかっていう分岐がたくさん発生して、バッドルートかトゥルーエンドに繋がるじゃないエロゲーって。で、でも、俺は、あの、エロゲーっていう人生のじ、物語の中にもっと分岐があると思ってんの。分岐っていう分岐は出てこないけどね。そういう話。例えば、主人公が、 起きたっていう時にも、俺は分岐が起きてると思ってんの。エロゲーでシステム的に分岐が出てきてないだけで、いい方向に行ってんだよね。起きて、日光を浴びて、外出をしよう、休日に外出にしに行こうって言ったら、女の子に会うわけじゃん。でも、そこで、あーラッキー、こんな時間起きれた、なん気持ちいいから散歩行こうっていう選択肢を取れない人って、女の子に会えないわけよ。家の中で TikTok 見るから。そこでまず分岐が起きてんだよね。 世の中って分岐のもう繰り返しなきゃ。分岐、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 全部分岐。俺がこの話をし始めちゃったの分岐。これが幸せになるかどうか分かんなかったけど、俺はこの話が幸せに、俺のこの幸せ論が刺さる人がいるかもしれないって考えるだけで幸せ。で、その分岐を分岐だと思えないのが、不幸せだと俺は思う。イベントが起こり得ない。で、さっきの話に戻るけど、 その運を拾える人っていうのはいい方向の分岐が生まれるわけだよね。例えばさっき起きた。えっ、ー、と、早く起きれたからラッキーだな気も。気分がいいから散歩に行こうっていう分岐が生まれたからこそこっちの女の子に会いましたの分岐が生まれるわけでしょ。でも、この分岐が俺はもう本当に運がなくてもう何も察知できない。なんか運っていうものが振り落ちてきたけどそれを察知できない人はもう家の中でそのまま過ごして女の子には会えない人生がまた始まるわけよ。 何もかもに、運がいいとラッキーだと思うっていうことは、その時点で人生が分岐する。で、例えば、今、俺のこの話をスピだと思って、今視聴者何人俺何人いたかわかんないけど、例えば1000人とか2000人減ってたとするんじゃん。この俺の話を聞いて、スピだと思って、配信を閉じた人っていうのは、分岐してないわけ。でも、俺のこの話、えー、なんかこいつ変なこと言ってるけど、ちょっと聞いてみるか、と思ってる人は分岐してんの。それも今も分岐なんだよね。聞かないっていうのも分岐だと思う。けど、 この話、その分岐の時に、ラッキーと感じれてないから、その分岐した先に幸せがない。言ってることは分かってくれる俺がこのマイン、俺、俺の、これが俺のマインド。言ってることは分かってくれる分かってくれるんだったらいいんだよね。だから、釈迦さんの話とはちょっと方向性が違うけど、これは幸せのなり方の話かな。例えば、口に出してみるだけでもいいと思う。ラッキーって。幸せって。それだけで絶対変わる。俺が保証する、これは。何かあった、あった時に、 自分で察知してそれを。察知しようと思って生きてみ。そうしたらこれってラッキーだったんだって思うよ。それが幸せじゃん。この話は、いや俺は、かっこたる自信があるんだよね。俺よりもうまく語ってる人が絶対いいんだけど、誰かいないの頭のいい人。俺、なんか俺のこの幸せ論をうまく語ってる人いないのかな絶対に。えー、っとね、なん例えばね、無職転生でもいいや。無職転生って、 あれって、ただのナローじゃないんだよね。あれって分岐の話なんだよ。無職転生。あれ、あれ、あれ、分岐のアニメなの。あれって、何も幸せを察知できなくて、平らに、えー、っと、人生が進んで、えー、っと、幸せのないまま終わってしまった、えー、っと、人生が終わって、えー、幸せを察知しようとして、生まれ変わったのが無職転生なのね。あれって、作品、作品のことを見てみると、でかい分岐の時だから分岐だって自分で思った時って、 過去の不幸せだった自分を絶対に照らし合わせるんだよ。俺はあの時そうだった。俺は逃げ続けてきた。でも今の俺は違う。今の俺はこうするんだって言って、自分はラッキーだとか自分は好転する気持ちの方に絶対行くんだよね。あれは、運とか、分岐とかを察知できない人生の方を進み終わっちゃって、もう一回リトライして察知する人生に行った話。そう、過去の分岐しなかった自分とは違う、ちゃんと分岐を選んでる人生に行ってる。それが苦しくても、ちゃんと幸せの方向に進んでいってる。 <laughs> 一生分分聞いた。えー、でも伝わってくれたら嬉しいな。なんか最近の俺の DM とか送ってくれた人に。俺は一回うつ病になって多分幸せってなんだろうなっていうことに対する考える時間っていうのが人より圧倒的に多いから。なんか俺の行き着いた結果なんだよね。いや、これね。いや、ってちょっとお前らがさ、生きていってこの人ってあなたと同じこと言ってましたよっていう人いたら教えてくんで出会ってみたい。で、 なんで俺の話を聞いた方がいいかっていうと、俺は何も成し遂げてないから俺の話を聞いた方がいいと思う。こういう話って、なんか成し遂げた偉大な人の話は聞きがちじゃないそういう人ってさ、幸せそうじゃん。ぶっちゃけ。成し遂げてんだから。俺、成し遂げてないんだよね。でも幸せなんだよ。今お前ってなんかすぐ成し遂げられる成し遂げてないやん。成し遂げてない俺が幸せなんだったら、お前らもね幸せになれるよ。俺ってめっちゃ有名かで、俺の目標に達してないんだよ。 で、幸せそうじゃん、俺って。でもさっきのマインドを繰り返してれば絶対幸せになれると思う。で、俺が、例えば視聴者3桁以下になったとしても、今のマインド持ってたら幸せだよ。1桁になったろうと、俺だってロール配信、1桁、視聴者1桁で YouTube ライブで1ヶ月配信したよ。俺6時間1日、1日6時間配信して、視聴者数3人とかだったよ。でも俺は幸せだったし。いや、俺は幸せだったよ。YouTube ライブでずーっとやってて、視聴者も来なくて、で、俺が YouTube でなんかしてるっていうから、友達も、多分陰口を言ってたろうね。 で、LINE とか、全然来なくなったり、会ったりしたらお前 YouTube やってんだろうって笑われたりしたけど、でも俺は、幸せだったよ。そう、嫌なことを覚えてるけど、それをトラウマだとも全然思ってないし、そう思うだろうなって思う。その時のモチベーションって何そう、モチベーションって、あんまり俺考えてなくて、それもさっきのに繋がるんだけど、もう直近の幸せを探求し続けることが、その時のモチベーションうまいものを食って幸せ、寝るのを幸せ、 と思った方が俺はいいし、俺、俺はいいと思うし、で、寝るのを幸せ、食べるのを幸せっていうのも俺は感覚狭いと思う。もっと一日に幸せと思うポイントをブワーって積み重ねて、俺はいいと思う。食べるの幸せ、寝るの幸せっていう人は俺は才能あると思うの。それだけで、えー、お前さ、寝るのとか食べるの幸せと思うんだ。すごいねって言われんじゃん。そう思わない人いるわけよ。だったらもっと細分化していいんじゃない幸せと思うポイントを。そう、今を楽しめってことなんだけど、今を楽しめっていうのってどうやってやんのって話。 それを考えるのめんどくさくない確かにね。いや、それはあるかもね。めんどくさいのあるかも。ちょっと思考を凝らさないといけないかもしんないけど。俺はその思考を凝らすことによって幸せになれるんだったら、その労力は使うから。で、それでもメンタル崩れるときあるよ。それでもメンタルが崩れて憂鬱な気分になるときって人ってある。でもそういうときに回復できるのもそういうマインドだと思う。俺が一生幸せかっていうとそうではない。 マインド崩れなんでこれ失敗したんだよって時もあるけど後から整理できる失敗して家に持ち帰って反省をした時にそうかあの時があれで失敗しちゃったんだな次イベントやった時にもっと喋れるようにしようとあの時手を震えちゃったけどなんで手を震えてしまったんだろう自分の心の準備ができてない状態で舞台に上がったからなんかコメントとかも適当で手も震えてしまったんじゃないかまあ次ちゃんとやろうっていう。 起きてる時間の何割が幸せ俺細かく言ったらマジでめ,め本当に幸せポイント多いよ。例えば俺配信中に水を一杯飲むだけで幸せを感じてるよ。そんぐらいに俺はなってほしい。俺マジで思ってるからね。で、嘘、嘘つけと思うじゃん怖いと思うじゃん俺ガチ思ってるよ。いつ一日の目標としてる水分量に近づいた、今一杯飲んだことによって血流がその、たくさん流れるようになったとか、代謝が良くなったとか、い,いろいろ思うことがあるのよ。水を飲んだだけで。 なんだろうね。いや、全部においてよ。お前らが逆にやってみてよ。お前らがじゃあ逆にやってみて俺にレビューして。それを。その感じやすいポイントってあるじゃん。今みたいな極端だよ。でもお前らが運動した後に何を感じるお前から自発的に運動してるんだから、きつい疲れた以外にも感じることってあるじゃん。今筋肉痛になるかもしんない嬉しいなとかさ、肺活量が上がったなとか、そう、ね、この後のビールが美味しいな。 うわぁ、氷が入ったキンキンな水飲むの楽しみだな。今日はちょっといつもよりペース上げて走れたな。大きい。このランニングのために買った靴かっけえな。俺の足に合ってんな。それって感じやすいやん。それってなんか極端じゃないじゃん。いや、極端っていうかなんか、感じやすくないポイントじゃないじゃん。そこをまず感じてみてほしい。自発じゃなくて強制的に走らされてる人、そうそこに全て集まってて、人生って強制的に進んでいくじゃん。そこをどう思えるか。 自発的に人生って自発的に私生まれたくて生まれたいんじゃないんだよっていう人もいるでしょ強制的に進んでいくじゃん。そこをどう思うかだね。そこに、お前は幸せになろうとしてんだから、努力しないといけないよねって話。努力って言うと苦しく思っちゃうかもしれないけど、幸せを察知した方がいいんじゃないって話。で、それを、お前ちょっとそれは違うんじゃないかっていう人は、なんで不幸せになろうとしてんのって俺は思う。不幸せになるために生きてる人って絶対いないし、頑張れない人ああそこの頑張りって、 お前が今までなんか成しとげ、やってきた頑張りとの労力の差って全然違うくない思考の、思考だけの話なんだから。バイトに行くよりめっちゃ簡単じゃないお前がご飯食べた時に考えることを増やすって。いや、それでいいんだよ。それでいい。失敗した時にポジティブに考えらんない。いやー、それは訓練してとしか言いようがないよね。俺が失敗した時がどう考えるかみたいなのがあんだけどね。考え方ってどうでもいいんだけど。例えば、俺鎖骨折ったじゃん。あの鎖骨を尻折ったのって失敗じゃん。でも、 あの、鎖骨を折るっていう失敗って、起こるのが早いか遅いかの問題だったと思うの。あの経験をしなければ。俺の人生で。あそこで、サバゲー中に、両手に物を持って全速力で走るのは危ない。えっ、ー、と、某こういうチェストリグとかつけながら走ったり、配信中にアドレナリンが上がってる状態で走るのって危ないんだなってことを学,学んだのがあのポイントだった。だから失敗したっていうだけで。 お前がその早い段階で失敗をしてなかったら40歳でもしかしたらその失敗をしていたかもしれないし60歳でその失敗をしていたかもしれないし60歳でその骨を折るっていう失敗をしたとしたらチューがめっちゃ遅いじゃんだから26歳のスタン・ミチャパンがあの時失敗してよかったなっていうそうでしょあ早いか遅いかじゃん他人に迷惑かける失敗も俺は同じだと思ってるはっきり言って極論言うと人に迷惑かけるなっていうこと自体が俺は間違いだと思ってる無理だもん 人に迷惑かけるなって何って俺は思っちゃう。かける度合いにもよるけどさ、迷惑をかけようと思ってかけるのは間違いだと思うけど、努力してる中で普通に生きようとしてる中で迷惑かけちゃうのはしょうがないと思うから、その中での失敗を割り切らないと幅が狭くなっちゃうよね。恋に迷惑かけるのはちょっとその話のベクトルが違ってきちゃうけどさ。 話の着地点。いや、これは着地点はないね。俺が、その、俺に DM を送ってきてくれてる人へのアンサーだと思ってる。ぶっちゃけ。俺のことを幸せだと思って、私は不幸せだからどうしたらいいんですかってことでしょ。すべての悩みを、要点をまとめたら。な、俺はこういう考え方で生きてるよっていう。で、こういう考え方で生きてるよっていう話をして、えー、それはだるいなって思っちゃったら、ぶっちゃけそれまでだと思うんだよね。あと人付き合いも単純に良くなるとは俺は思う。俺の考え方って。 俺はそういうのを思考では言ってたけど、言葉に発するようになったのはほんと最近で、それも違いがあるなって感じるから、そのラッキー論ね。ラッキー論。ラッキー、ラッキーって、え、運いいねっていう人と何も言わない人がいたとすんじゃん。どっちと一緒にいたいっていう極論。ラッキーっていうことでさ、ラッキーのその場にいたら、その、その人もラッキーになるじゃん。な口に出すのも大切だなと思うよ。ニート ニートの話はちょっと、これ今の幸せの話とはもう全く別の論を話していい逆に言えばニートっていうのは幸せを感じやすすぎる。ニートになったことがあるからわかる。今の俺の話を少し持ち出すと、俺よりも才能がある。何もかもに幸せを感じやすい。アニメを見てるときも多分幸せを感じてるし、当たり前に。ご飯を食べてるときも幸せを感じてるし、トイレをしてるときもうんちしてるときも幸せを感じてるし、その幸せに溢れすぎてて。 その世の中に対する罪悪感、お母さんに対する罪悪感とか、自分に対するなんかその劣等感みたいのがない。俺はもうそのニートをした時はその才能があったね。すべてのことにもう幸せを感じすぎていて、別に違和感がない。そこは悪いところかも。だから今の逆を言ってみたら、幸せを察知できない人は、どん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 ニートをしてる時って、その将来の不安に変わられていって、その手前にある幸せを察知できないから。 む、そう、遠くにある、なんとなくの不安にかられて仕事をしだすんだよね。でも、ニートをしてる人って、手前の手前の直近の幸せを感じやすすぎるから、そんなことを考えてる暇ないの。ずっと幸せ。まあ、この話はまた、期間がめっちゃ空いたらもう一回するわ。DM で報告するでもいいし、これを実践してくれる人ってほぼ少ないと思うから、ちょ、実践してほしい。最後にやってほしいことをまとめて。 いや、俺は一個しかない。一個しかもう共通していってない。直近の幸せと思えるポイントを増やしていこう。幸せとはっていうと難しいから、ラッキーうん、いいやんって思えるポイントを増やしていってみてほしい。できればそれを人前で口に出して言ってみてほしい。まあそうだね。スタンミキだね、これは。手前にある幸せを察知してほしいっていうのを言うとちょっと重いわ。ラッキーなポイントを探してみて。例えばもうバロなんて言いいんじゃない あ,あ、橋打ちヘッシュいいやん。橋打ちヘッシュめっちゃいいじゃん。もうスペクターでもなんだか何でもないけバンダルでさ、バババババ,バーって橋打ちヘーでー撃ってみたらさ、トーンって頭当たるとかほとんじゃんえ、ラッキーってラッキーというか、その、察知できるポイントしててでかくない結構誰でも察知できるラッキーやん。でしょそうそれ普通にラッキーやん。ラッキーじゃんそういうことってたくさんあるよ。世の中。目に見えてわかる。この話はちょっとあれだね。もっと俺の語彙力があったらよかったね。 この幸せになり方っていうのは、ちょっと難しすぎるね。幸せとは何たるかよりも多分難しい。またこの手の話ってどうしても人によってはかなりスピンに聞こえるから、受け入れにくいと思う。幸せとか言い出すと。でも絶対に考えない,考えないといけない偉大なんだよな。人は。だって幸せの方がいいんだしさ。その感情って人生にとってめちゃめちゃ作用するし。 幸せになるために生きてると言っても過言じゃないじゃんね。すべての物,物事は幸せになるためにやってるはずだからそこは一回考えておいた方がいいなと俺は思う。幸せより感謝の方が分かりやすいと思う。そっちで言う人もいるよね。日々感謝みたいな。日々感謝とか言うと難しくならん日々感謝しようをするようにしましょうって方が俺はむずいと思うんだけど。言い方だね。幸せ、感謝、ラッキー。ラッキーもそっち寄りだと思うけど言い方の問題だと思う。 あと、その、感謝の話で言うと、ゴルゴがいいこと言ってたね。ゴルゴが。ありがたしの動画んじゃん。ちょっと配信じゃ流せないけど。少年のやつ。実践してみてください。スタミージャパンの幸せのなり方論。例えば今、俺今、時間ギリギリだけど、もう今、お前ジムまで5分ぐらいなの。だから、もうその、準備する時間急がないといけないけど、もうギリギリまで、お前らと雑談できたし、 俺、これで分岐になってくれたらいいなっていう人、ことを伝えられたし、時間を有効活用できたなって思う。っていうのをやってみてください。何もかもにちょっと、ラッキーって思ってみて。はい。じゃあまたね。お疲れ